ドイツオーバー落として左足のシュート、3点目、前半で3点目が鹿島に入りました。遠藤、いや今の攻撃は綺麗でしたね。綺麗な崩しを見せました鹿島、まあ、これもやはり仙台が押し込んでボールを奪ったところから素早くチャンスを作っていきました。そうですね、この落とし、ここの落としもそうですけど、やっぱその、まあ、遠藤選手と、ね、土井選手のこの2人の関係ですよね、はい、非常にすごく素晴らしいですよね。